come on! Come on! 前の選挙では本当出るっていうだけでいっぱいいっぱいで、そこにいるあなたがここに立ったんですよ。でもこれからの時代、本当に政治家になんかなりたくなかったはずの人たちが政治家になんなきゃいけないなって思うし、でもミュージシャンだろうがアーティストだろうが、いろんな多種多様な人種が民主主義ってやつを支えていかなきゃいけないと思います。でこの話は今日で4日目か。比例の選挙は、前回出た比例の選挙は日本中17箇所26回こういうステージを組んで回って18万票集めて、一定自分みたいな首長にも支持が集まるんだということを確認はできたんですけど、まあ、国会に行くことはできず、おかげで3年間山本太郎一人を国会で孤軍奮闘させるってことになって、でもちろん既存の政党の中にも頑張ってる人たちはいっぱいいるんだけど、やっぱり太郎君見てると俺は他の人ぬるいなって思うんですよ。ああそこは言わないんだ、ああその決議は太郎君一人だけなんだ、反対、本当に今の東京でオリンピックやっていいのかとか、本当に今の日本でオリンピックやってる場合なのかとか、言っちゃいけないこと言っていくしかないでしょ。そもそも言っちゃいけないことなんてあっちゃいけないですよね。で喫茶店に入ってさ、選挙始まってから飯食っててコーヒー飲んでて、どうする陽平次の選挙、あ明日から防塵チョッキ着るかとか、まあなんせ日本会議団の創価学会団のバンバン言わしてるんで、だけど出る時からやっぱある程度そこの腹をくくってここに立ってるわけだから、だけどなんで政治やるのにいちいち物騒な話しなきゃいけないんだって話なんだよ。 そうだよ、そこがそもそもおかしいんだよね。そうだよ、じゃあどんだけ汚え奴らなんだよ相手は。そうなんだよ、何自分と意見違う人殺しちゃうわけ。そうなんだよ、じゃあさ、なんか起きた時はみんな爆発してほしいんだよね。それが俺は太郎くんを守ってくれる力だと思って、あと CD 買ってね、伝説になるから。したら俺憧れのロックスターだよ。選挙始まってからカンプ集めて3日か4日でもう2000万近くみんなはなけなしの金集めて俺たちの選挙代稼いでくれてる、ありがとうございます。この三宅洋平のためにみんなが飯食う金、CD 買う金集めてくれてる、ありがとうございます。三宅洋平です。今回は勝ちたいんで名前若干多めでいきます。三宅洋平です。通りすがらの皆さんも一人ぐらいこういうやつがまた国会に増えていいんじゃねえかって思ったらこいつに投票してください。三宅洋平です。何言ってんのか知りたかったら三宅洋平って検索してください。いろいろとんでもだ、オカルトだ、なんだあかんだっていろんな批判の記事と一緒に僕の書いた素晴らしい記事も並んでるんで、で限られた時間の中でまあ大体ここで喋る時ってのはテンパってるから、あーやべえあれ話忘れた、これ話忘れた、あの話長すぎたとなるんだけど、でも俺が伝えたいのは俺より政策語れる政治家そりゃいっぱいいるだろうね。だから俺思うんだよね、議会に行ったらやっぱ共産党の力とか必要なんだよ、あの人たちすげえロジカルに詰めてきてるから。だけどねちょっと根性足んねえんじゃねえのって思う時あんだよ、言ってるだけじゃ実現できねえだろって。で国民連合政府とかさ、なんかいやちょっと待って、ネーミングからみんなの意見募ろうよって感じなんだよ。で俺には彼らと一緒にじゃあ何かやるときにできることが一個あるんだよ、ここに立って声出した瞬間からなんかこいつの話聞きてえって思わせる雰囲気、ポピュリズムですかそれ、違うよ、俺が15年間かけて養ってきた力なんだよこの声、
この姿、この訴え方、この喋り方、たまにライビングしてみんなの心を踊らして、こいつの話なら最後まで聞けるなっていう。じゃあ知識ぶち込んでよ俺に。で俺のバックにはマジ今でもすげえブレーの人たち集まってきてる。あるいはノマドの秘書が、ノマドなさ秘書がいっぱいいるわけで、今までこの3日間結構あーって勝ち込んで喋ってきて、だんだんなんかさ落ち着いてきてんだよね。なんかこうやってわーわーわーって喋ってるだけだとネットで見てて、あ、俺のこと好きじゃねえ人が見たらあんま説得力ねえなとも思うし。そんなことない、そんなことない、ありがとう。でやっぱ思うんだ、今回の選挙誰が主役かって。今まで投票に行ってる人プチョヘンザ、うわ優秀すぎる、すいません、あの横断歩道の向こうの皆さん、選挙とか行ってたら手挙げてもらっていいですか。投票行ってる気味な人、あ今日眼鏡忘れちった結構いますね。あ、じゃあ下ろしてください。投票今まで一回も行ってないよって人手挙げてもらっていいですか。ご通行中の皆さん、選挙に興味ねえよとか今この凱旋がそもそもうるせえよお前って思ってる人手挙げてもらっていいですか。あ、上がんないね。あ、じゃあやっていいんだ、 OK、ね、言いたいのはね、言いたいのはね、普通にみんなに届く言葉で喋る政治家がもっと必要だって思うことで、俺はそこのハブになりたいわけ。当たり前の声拾って、当たり前に届けて、そこの声聞き届けて、こんなでしたっつってまたここに持ってくる、ボーボー鳥みたいなやつ、宮沢賢治ので、ここに立つ気分って本当にボーボー鳥なんだよ。噴火口を止めるために火山に身を投げたたった一匹の鳥、たった一羽だ。動物殺処分ゼロだからね俺ね、アジェンダそう思ってる人票入れてよ。30万匹が当たり前に殺されてるのにペットショップっていう商売が成り立ってる、それおかしいよ。だけどこういうことを言うと必ずペットショップどうすんだよ、じゃあ今経営してる俺はよってやつが出てくる。そこも相談に乗るがな、それが政治だよ。今働いてる人が例えばドイツ型のきっちりした動物シェルター国が作ってや、でそこに勤めるように斡旋してって、もっと感謝されて働くのどうですか。雇用なくなりませんよ。じゃあ経営者どうすんだって。いやそこはちゃんと期限設けて、ここまでにこういう法律で段階的になくしていくから、じゃああなたは次どういう商売にシフトできるかを国が一緒になってコンサルしますよ。俺一緒に相談乗るし、官僚とか頭いいんだから、そういう相談に乗らねえんだったらさ、経産省に3万2000人も雇ってんだよ俺たち、経産省だけで何の仕事してんのっていう話になってくるじゃん。俺がでも喚起したいのは皆さんの心なの。そういうことを思ったら本当に伝えていかなきゃいけないわけ。どこやの政治談義で終わっちゃダメ、居酒屋で愚痴って終わっちゃダメ。前の選挙でも言ったデータだから、まあ3年前のデータだからちょっと古いけど、ドイツっていう国では1年間に30万人が国を訴えてんだよ、行政訴訟ってやつ。日本は何件でしょうか。1800件。パンチの数が全然足んないんだよね、国民の。30万人が生意気にも国に歯向かうんだよ、ふざけんな俺我慢できねえ。ちょっと子供たち読めよ、お父さんちょっと国訴えてくるから。そういうお父さんがいっぱいいるんだよ、例えばドイツには。そういう国はさ、日本が原発事故った後にちゃんと脱原してるじゃん。割った国の原発が事故ってんのに止めらんねえの俺たちは、情けなくね。でもそれ俺たちの話だぜ。だからおいやべえっていうそのエネルギー、一回冷静になって鏡の自分に向かって言ってほしいんだよ。おい俺何やってんだろうって、あの頃の俺はどこに行っちまったんだって。10歳や12歳の少年や少女だった時に思い描いてたこんな世界だったらいいなっていうその気持ち、どこに忘れてきたんだよって。でそういうこと言ってると夢みたいなこと言ってんじゃねえよってなってくるわけ。夢みたいなことを語ってるのはねって、ミュージックのステージの上だけにしてくださいよって言われてしまうわけですよ。だから勉強して紐解くわけよ。
いや、財源があればできるはずだ。動物シェルターだってできるはずだ。基礎控除38万円から120万円に引き上げてベーシックインカム、これもできるはずだ。少なくとも120万円までの収入に税金がかからないようにすることもできるはずなんですよ。で、日銀のサイト開くと家庭の金融資産1740兆円ありますよって書いてある。あれおかしいな。日本は借金大国だ、借金大国だって言う割に、実は何十年も国際収支一度も赤字になってないっていうのが分かってくる。じゃあ借金1000兆円って何だったんだろうって。そうだよ、情報が偏ってるし、俺たち自身情報取りに行ってなかったんだよね。この1740円の金融資産っていうのは為替とか株やってる人たちの金融資産のこと。別に楽してるとは言いません。デイトレーダーとかでもう気を病むような思いで画面見ながらパカ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 やってさ、あっちに金動かしてこっちに金動かして、 あっちで戦争起きたよっしゃっつってそっちにかけて、じゃあ EU 離脱した英国がつってよっしゃっつってポンド売って、じゃあ円買ってみたいな、必死にやって、頭おかしくなってんですよみんな。俺昔パチンコ依存症だったんだよね、二十歳ぐらいの時で。借金が100万円できたから就職せざるを得なくなって、でまあとある情報会社に就職したんだけど、だからちょっと気持ちわかるさ。あのね、借金って人格になるんだよね。あるいはギャンブルって人格になっちゃうわけで、アベノミクスって何ですかって言ったら、この2年半の間にその人たちのところに250兆円増やしたってだけなんだよ。株やってる？やってるよ。勇気持って手挙げて。やってる。でもやっぱさ、ギャンブルじゃん株って。そうです。ね。で、いいとか悪いの話じゃないんだよ。ここに税金かけましょうっていうことを言いたいわけ。かかってないから、一部にしかかかってないの、分離課税で。配当には一律 20% かかってんだって。付け焼き刃だぜ、必死で調べて喋ってんの。配当には一律 20% ってことは、100円儲かっても1万円儲かっても1億儲かっても同じ税金率なんだよね。これをまず累進課税にするのが当たり前でしょって。いっぱい儲かって余裕がある人ほど税金をいっぱい払って、ちょっとしか儲かってなくて明日には損国かもしんないって人からは、まあちょっとにしときましょうって。それが格差を広げないための手立てじゃないのって。で、官僚の皆さんとかこれ分かってんすかね。分かってやってんだったらだいぶ悪いぜって話なの。それか根性なしですよね。金持ちのプレッシャーに負けてるわけですよ。ああ、そんなこと言ってたらお前刺されちゃうぞとか言って会話してんでしょうね、あそこの中で。命かけてさ、国に勤めろよって思うわけ。国つ勤め、国つ勤め、命かけて国に勤める。だけど俺が言ってんのはさ、あんちゃらかんちゃら万歳みたいなお国みたいなやつじゃないんだよ。国って何？俺、あなた、この土地、大地、ふるさと、法人の方と書いて国。あの資格の中に玉ってやつじゃなくて。で、大地をちゃんと愛してる人だったら今みたいな原発政策とかどう考えたってやんないはずなんですよ。そうです。じゃあ心を忘れてんだねって。じゃあ俺は話しに来たよ、心を取り戻してくれって。ちょっと名前言わしてもらうけどって、俺はあんたのこと怒らせながら心を取り戻させたいんだって話で、刺激が必要なんだろっつって頬を引っ叩きに来たいわけですよ。そういう政治家一人生み出してくださいよ、三宅洋平に力貸してください。税金の話続けようね。さらにその1740兆円のうちの500兆円は 1%、 1% ピープルが握ってるんだって。それもいいよ、大変だぜ。経団連の社長とかさ、1万人も社員がいたら大変だよ。俺、三宅商店っていう社員4人か5人の会社やってんだけど、4人か5人も把握してなくてごめんね社員。あの、でもさ、自分が歌った金とかも全部注いで、前まで結構悠々自適にやってたんだけど、みんな横並びの給料で今やってんの。共産主義、いや共生主義で、毎月さ、うわやっべ今月の売り上げ足んねえどうしようみたいな。でもみんな生活かかってるからさ、まあありがたいことに俺はお金を貸してくれる友達がいたから。でも借りた金がまた口座から減っていくプレッシャー、しかもいや絶対うまくやるからって言ってさ、足りてんのにあれみたいな、思ったほどうまくいかねえな。なんでオーガニックとかナチュラルにこだわって、今のどんどん経済が悪くなって一般的に格差が広がってみんな金がないのに、俺が言ってることは、いやユニクロとかで服買うより
地球を痛めないヘンプの服、麻の服とか買ってって。2500円の T シャツを、なんなら3000円で2枚買える時代に、いや、ごめん、俺の T シャツ4800円する。だけど、第三国の人たちの生活も痛めつけてない。土壌も痛めつけてない。農薬も使ってない。地球汚してない。ただただ、あんたの財布が痛むだけっていうものを売ってる。それを誇りを持って大事に着てほしいっていうことを言ってる。これがなかなか広がらない。しかも1枚の服売るのに、安いもの売るより何倍も説明しなきゃいけない。スタッフも俺もどんどん疲弊してく。毎日何のためにツイッターやってんのかよくわかんなくなってくる。ずっと宣伝してる。でも絶対これは間違ってないって信じてやってきた。もうミュージシャンなんだか商店主なんだか何なんだかわかんない上におまけで立候補しちゃったから、もう俺は何なんだって。よし、職業三宅洋平で行こう。俺は政治家になっても音楽やめない。音楽家であっても政治はやめない。そして地球にとって優秀なプロダクツを広めることも決してやめない。むしろそれを皆さんに諦めずに広めていく。バーカっていう声が聞こえてくる。いやいやいや、絶対諦めない。日本会議ぐらい諦めない。あの人たちは40年も50年も自分たちの思いを達成するためにマジで運動してる。そこだけは認める。言ってることはむちゃくちゃだけど、向こうからすりゃ俺の言ってることが論外らしい。だけど俺にとっちゃ既成の政治家の方がよっぽど論外だ。その論外には到底投票できねえっつって政党、支持政党なしっていう政党に間違えて入れちゃダメだよ。支持政党なしっていう政党があるんだけど今。もうそれはちょっとね、俺よりふざけてる。ふざけすぎ。まあいいよ、自由だから。ただ俺がこうって言うのも自由だよね。でその500兆円に平均 5% 課税したら25兆円取れるでしょ。でさっき言ったような累進課税にしたりっていう細かい部分あるけど、まあちょっと今はしょるね。それは平均 5% で25兆取れば、そのベーシックインカム的なこともできるわけ。120万円が保証されるわけ。スイスでは寸前のとこで過半数取りそうになってたよね。そういう法案ができるんだって。まずできるっていうことを知ってほしい。そして信じてビジョンを思い描いて、それを持ってるやつに投票して、俺たちっていう政治力を生み出してほしいんです。でそのために今回やること、例えば公選はがき50万枚作るの。もうこれをきっちり魂込めて自分の東京の友達たちに送ってほしいんですよ。三宅洋平っていう決体な候補者、こいつでも結構口立つし、まあまあ度胸あるからあいつに任してみようぜっていう人を50万人集めてほしいんです。でさっきも言ったけど、今朝は朝日新聞に三宅氏支持が広がってないって、なんか根拠のない情勢調査の結果が載ってたんで、多分今誰より人集めてますよ街頭に。で俺の拠り所これしかないから。で信号の向こうの皆さんも、三宅洋平ちょっと家帰ったら検索してください。いや結構まともなこと言ってるはずなんです。で脱原発とか言ってるだけでお前は代案を出せって必ず言われます。だから代案出します。週が明けたら現物持ってきます。 R 水素っていう技術を、もうすぐその道具が届くんで。ちなみにだけど、その懐中電灯1個で15万円します。今はどういう技術かっていうと、お水から電気作れちゃうんです、タダで。で騙されないでください。今企業がバンバンやってる水素発電とか、あの水素カーの水素は天然ガスとかそういうものを分解して出てくる水素なんです。だから所詮は化石燃料由来なんですよ。だからあんま石油とか、まあ、根本的に利権構造が原発と変わってないんです。 R 水素のポイントは自家発電できるんですよ。長い電線通してどっかで大きい企業がメガに発電して、それを金で売電して運んできたものを買わされて、でまたお金が家からそこへ逃げていく、あるいは町から逃げていく、そういう形の発電じゃなくて自家発電できるんです。だから災害にも強い。オフグリッドって言いますね。これをオフグリッドである意味は、日本中世界中ものすごい電線で取り囲まれてるんですけど、これも100年前からモルガン・スタンレーが発祥の利権なんですね。電線家業ですよ、モルガン・スタンレーの元は。
電線の中を漏電しながら電気走らすだけで1年間に原発6基分の電気を漏らしてんですよ今日本は。これ無駄じゃないですか。あ、朝日新聞のカメラ後ろで撮ってる。 ありがとう、すいませんね、なんかいろいろちょっとネタにしちゃって。はい、もう頑張ってくださいね、本当に末端の記者たちが頑張んないと日本のジャーナリズム守れませんよ。俺も命張ってやってるんでね、全員ここのスタッフたちもみんなボランティアで命かけてやってるんで、でここに来て俺のこと応援するのも結構リスクあるでしょ。これから友達に電話しちゃってさ、嫌われるかもしんないよ。あの頭のおかしな候補者応援してんでしょ、じゃあ友達辞めるわって言われるかもしんないよ。だけど創価学会の人それやってるからね。今回学会の人でね、そっと俺に近づいてきて、どのぐらい彼らも本気でやってるか。でも私は脱原発なんです、どうしても今の公明党に賛成できないんですっていうことを伝えてくる人いるんですよ。で教えてくれたんです、だいたい1人100人から300人に電話してますって、それやんないと勝てませんよって。やってくれる？携帯電話の友達にメールはダメですよ、公選法で禁止されてるんで。直接的投票呼びかけは分かってます。 SNS はウェブだから OK、 ここ写真撮ってあげまくったりも OK、 とにかく知恵比べだよそこは。じゃあ伝え方の、朝日新聞も頑張ってる、来てくれてるからね、ありがとう。あとはみんながさ、メディアになってどううまく伝えていくかなんだよね。説得してほしい、納得させてほしい。他の時だったら俺ね、いいよ別にそんな頑張ってもらわなくても、今回ばかりはやべえらしいってことなの。これシールズにも言ってほしいんだよ、今回ばかりはやべえらしい、はい今回ばかりはやべえらしいっつって。おまわりさんもマジで考えてくださいね。日本会議のあの最近 Facebook でシェアされてる画像2分半見てください。平和主義、基本的人権、あとなんだっけ、個人の尊厳だっけ、あ基本的人権、平和主義、国民主権、これ奪われちゃうんですよ。でおまわりさんもめんどくさくなりますよ、だって職務質問が任意じゃなくなっちゃうんだもん。じゃ断ったら連行しなきゃいけないんですよ僕らを。めんどくさくないですかそれ。おまわりさんも投票権あると思うんで、よく考えてください、どこに投票したらいいか。よろしくお願いしますよ。マジで心込めて言ってます、喧嘩売ってるわけじゃありません。で今日もありがとうございます、本当に守備警護、渋谷はいつも守ってくれてありがとうございます。俺政治家になったら警察改革したいんです。それは皆さんを絞り取るような警察改革じゃなくて、愛される警察になろうぜっていう警察改革をしたいんです。だから俺が政治家になったらちょっと話付き合ってくださいよ、ごめんけど面倒くさい政治家一人増えますよ。俺年の数より職質受けてんですよ、おかしくないですか。ランダムじゃないの職質って、あるいは今犯罪を犯そうとしている、もしくは犯している人のみを職質する権限があるのであって、怪しいっていう主観は問われないはずなんですよ。なぜなら公務執行中のおまわりさんには人権がないんです、肖像権もないから電柱と一緒なんです、写真撮っていいんです、アップしていいんです。じゃあおかしなおまわりさんいたら、あの人ちょっとあんた写真撮らせてブログにアップするわ、やっていいんです。でもそれ知らないでしょみんな、だから知らないから職務質問でやめろって言われるとさ、ビビっちゃってさ、あじゃあやめますみたいな、でじゃあ免許証見せますとか言ってもじもじ出しちゃってさ、ダメだって簡単に応じちゃ、生意気な国民増えないと国良くなんないっすよ。でおまわりさんも国民も人権のことよく分かってないのが日本の特徴なんです。ってことは憲法に規定されてる人権が今まさに自民党の憲法改正草案によって消えようとしているこの最中、いやそもそも俺たちのマインドの中に人権がなかったってことなんです。じゃあ消えてもいいよねってやつらは思ってんでしょうね。そう、その流出動画にはそういうことがはっきり言ってるんですよ、江藤さんとか安倍さんのブレーンたちが。で彼らがどういう思いでそれを言ってるかを俺はきっちり対話したいんですよ。で彼らはビビってますよ、万が一政権なんかひっくり返されたら自分らみたいなこと言ってきた人間じゃあ今度襲われちゃうんじゃないかって、それはやんないって。俺たちは選挙妨害もしません、
うちの選挙事務所のねビルがね初日になぜか突然誰かによってガラスと閉められてスタッフ全員出れなくなっちゃったんですよ。大家さんに電話しても来ない、出ない。セキュリティ会社に電話した、朝まで来れない。もう本当に詰め詰めで作業してきてめっちゃ疲れてる中で、休める人は早く返したい、終電もあるしっていう中で、なぜかガラス戸が閉まったんです。鍵が外からかけられてビルから出れないっていう現象が起きたんです。俺は前の時も思ったけど、なんで俺や太郎くんみたいなことを言って選挙に出るといろんなことが起きるんだろうなって思うんです。でも一個一個勘ぐってるとキリがないんですよ。でそれネットに書いてあって、出た陰謀論って言われますから。でもとにかく選挙が起きると、あ、選挙やるといろんなことが起きるんですよ。つまんない妨害してくんなよって、そういうことお互いにやんのやめようよって。で俺たちはそんなことしないし、別に政権ひっくり返したからってそのひっくり返した人たちを虐げたり痛めつけたりしたいんじゃないんですよ。やっぱりお互いがちゃんと調和をとってみんなが豊かに平和に長く暮らせる状態を作りたいんです。これシンプルです。そのためには俺は言葉の粋を尽くして、気合の粋を尽くして国会でも対話したいです。まあ、昨日太郎くんがガリガリくんのことでだいぶ TBS でやってくれましたけど、その件について今度朝俺親父と喧嘩しましたよ。こんなのは一般的に言ったら泥仕合にしか見えないかもって親父が言ったから、いやいやいやちょっと待ってくれって。キャバクラ、ウニ爆買い、コスメ、ジュエリーと続いた中でのガリガリ君もかよっていう話なんだよ親父っつって、これはそこまでの文脈で見てくれよ、太郎君頑張ってんじゃんって、これ泥仕合じゃねえよって。ネットでも一晩に26万件この件について検索してるよって、これからもっと伸びるよって、これちゃんとこういうこと国民も見始めたんだっていうことをちょっと言い争いしたんですけど、そういう形ででもねきっちり話して、で別にだからって安倍さんを貶めたいとかじゃない。俺はだって誰も代々木上原の彼の家に火つけに行かないでしょ、ふざけんなって思ってるけど、麻生さんのあのなんだか、あそこどこだ、深センかどっかの家、俺場所知ってるけど、別にさ誰も襲いに行かないでしょ。俺たちはそういうことしないもん。でそういう人たちがもっと力持たなきゃいけないんだよ本当に。数の原理に勝ちましょうよ。話は長くなるし、まだ選挙は長いから順々に追ってってください。で常に街頭にすごい人だかりを作ってほしいのは War を防ぎたいからでもあるんだけど、メディアがもう隠せないぐらい現象を起こしてほしいんです。で他にも具体的な話いっぱいあるけど、今回は投票に行ってない人が主役なんです。一番初めに言いたかったこと忘れてた。もう50何パーの中で決まってることっていうのは組織票とかさ固定票で計算されてんですよ。だから自公の計算狂わすには、この選挙始まった土壇場になってからいきなりテンパーぐらい投票率が跳ね上がって、今まで政治ダセーと思ってたようなセンスのいい人たちが選挙に行くことなんです。100万人ぐらいが今までより多く選挙に行くと分母が狂っちゃうんですよ。そしたら新聞の情勢調査もやり直しです。お三宅めんどくせえこと言い出した。それをやればもしかしたら東京6議席のうち4つぐらいが護憲勢力になるかもしれないんですよ。でもっといい憲法を作るっていう話を終わってから始めたいんです。俺は人間の権利しか書いてないから問題なんです。エクアドルの新憲法のようなものを見習って、生態系の権利、生けとし生けるもの全部の権利をちゃんと認めますっていうことを少なくとも全文に入れるべきなんです。前回の選挙フェス最終日、俺は残り3分与えられてよしと思って9条を読み上げたんですよ。でもその後勉強進めました。9条がどうやってできたかとか、でマッカーサーやケイディス大佐が英文で憲法の草案を書いたのは事実ですね。でそうすると必ず特に左派の人から、茂原さんだっけ、当時の総理大臣が頑張って9条突っ込んだんだよって言うんですよ。まあ、それは頑張ったね茂原と思うんですけど、でもさちょっとリベラルの人に言いたいんだけど、茂原さんってめっちゃなんかあの三菱財閥とかの人ですよね。なんで急にそこの部分だけで茂原さん持ち上げるんですか。俺は怪しいなって思ってるんですよ。
いろんなとこでグルなんじゃねえのとか、カングルのは勝手でしょ。で、救助っていうのを調べてったら、結局マッカーサーたちが考えてたのは、日本は結構やっぱ二次大戦で一番アメリカを苦しめた、日本が暴れ出すのがやっぱり怖い、日本に米軍がある理由は何か、ソ連と中国じゃない、日本自体が一番の脅威だから日本にずっと米軍置いてんです。で、そのバーターがあるんですよ。沖縄には1972年まで核がありました。沖縄に核を置くことで抑止力にしてたんですよ。日本に軍隊を置かなくても沖縄に米軍と核を置くことでソ連と、中国も抑えられるっていう。だからこれは非常に不完全な法体系になっているし、で、要所要所で九条のみならず佐藤さんやら岸さんやら、吉田さんが密約交わしちゃってんですよ。これはちょっとあんまりに国民にバレるとまずいんで、僕個人的にメモ帳で済ましていいですかみたいなやつが、で、そういうものがポロ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 アメリカの国務省から機密文書解除されて出てきてるわけです。矢部浩二さんがそれを本にしてます。日本はなぜ基地と原発を止められないのか、あるいは日本はなぜ戦争する国になったのか、オレンジと黄色の本、これ本当に、あ、今日もそこで物販で売ってるんで、ぜひ目を通してください。読んでほしいんです。で、やっぱ法体系について勉強しないと、今の日本が例えば自衛隊の指揮権を米軍に全部握られてるという事実や、じゃあそれをどういうふうに解除していったらいいかっていう逆算ができないんですよ。で、僕は外務大臣やりたいんです。僕は外務大臣やりたいとか言っちゃって本気だから。で、はっきり言いたいんですよ。世界とかアメリカの軍需産業に We refuse to be a part of the war business. I refuse to be a part of the war business. もう戦争商売の片棒を担ぐ日本はごめんなんだって。530兆円を年間石油を今の値段保つために税金世界中で使ってます。だからペットボトル1リットルの水とペットボトル1リットルのガソリンが同じ値段なんですよ。ありえないでしょ。あんな遠くからあんな深く掘って持ってきたものがお水と一緒って。なんでかって、日本人一人頭15万円違う形でこれの税金取られてるんです。それで、ああガソリン安い安いっつってジャブジャブ使ってんですよ。そういうとこを勉強してほぐしていきたいんです。で、本当に俺たちにとって、世界にとって、環境を守り平和を作る状態を作っていきたいんです。最後に、投票に行かない代ないくらか知ってますか？選挙に行かない代取られてますよ。20歳から49歳の若年層が投票率 1% 下がるごとに、この人たちは13万5千円損してます。 2% 下がると27万円損してます。これは事実です。どういうことか、簡単です。投票率が高い高齢者層向けの政策ばかりが優先されるんです。なぜなら次の選挙に通りたいから。ということで、20から49歳の声は拾われず、そこに予算が使われてないんです。これを概算して数字化すると、 1% 下がるごとに1人13万5千円損してる。つまり選挙危険代は取られてんですよ、ちゃんと。で、だからっつって誰にでも入れりゃいいってもんじゃないです。あと2週間ちょいありますから、よく考えて自分の好み決めて、こいつだっつって入れたらいいんです。で、1000円か1万円出してごらんなさいって、その事務所に行って、私あなたに献金したんですよって言うとね、結構言うこと聞いてくれますよ。僕も聞きますよ。じゃあまだまだ選挙続きますから、しっかりキャンペーンして、ポデモスとかバーニーサンダースに負けないように、日本にも面白いやつがいるんだよってことを世界中に大きな声で伝えていきましょう。もうそこでつながっていく時代です。世界は三宅洋平です。三宅洋平です。今日もご清聴ありがとうございます。今日からもよろしくお願いします。今回の選挙フェスは選挙の後も終わらないからね。やむ、ありがとう。じゃあ業務連絡お願いします。飛び入りで、意識さえが来てくれました。今娘の稽古事が1時間半近く抱いたので駆けつけました。はい、あれあれ、さえちゃんは意識、三宅洋平を支持してるんですか？三宅洋平くん支持してます。なのでこれ終わったら今からビラ配りたいと思ってますので、はい、意識祭がビラを配るぜ。カンパの
方もよろしくお願いします。ありがとうございます。お気遣い、じゃあ行ってらっしゃい。ビラ配りありがとうありがとう。心強いっすね。いいですね。あ、ごめん、ピンクのフードください。あれ行きましょう。で、このあの構成はがきのやり方っていうやつを今から太郎くんが説明します。皆さん動画を撮って短くまとめて5分の動画でシェアしまくってほしいんです。このやり方が今から大事なんで、こっから選挙に勝つための方法を説明します。すいません、時間が4分ほどしかありません。マイクオフまでさ、着々行きたいと思います。ピンクの封筒がございます。こちらのピンクの封筒は、左側、私から見た左側の白いテントで手に入れることができます。このピンクの封筒、中身は一体何なのかってことなんですけれども、はがきが入っています。8枚です。はがき、このはがきは一体何なのか。はがきの裏側をめくると、住所が書くとこがあります。あなたのお友達の情報をくださいってことなんです。これ法的に認められているものです。公選はがきと言います。このはがきが何枚集まったかで、三宅裕平の勝敗が分かります。山本太郎の時もこのはがきで押し上げていただきました。公選はがき50万枚いこうぜって話なんですよ。力貸してくれますか。ひっくり返してやろうぜって、市民の力で無所属が一議席勝ち取れるんだっていう力を見せてやりましょうよ。50万枚目指して、このピンクのチラシ、あなたの1票が人から人へ、で2票3票5票10票ってつながるようによろしくお願いいたします。そしてもう1枚のピンクの封筒をご紹介します。何なのか。カンパです。お金がかかるんですよね、選挙。入場料だけで、チャレンジするだけで300万円かかります、一つの選挙区から出るのに。で、それ以外にもこのような普通の選挙ではありえないようなサウンドシステムやその他事務所、そして、選挙カーもろもろ考えると3000万円でも足りない。おそらくそうなる状況になると思います。あなたのできる範囲で、できる範囲といっても、今なかなか賃金が低い中で、お金を出せないって方々たくさんいらっしゃるのは存じ上げております。なのでお金がない人はお金持ちの友達を紹介してください。お願いします。ありがとうございます。そして大切なことです。ボランティア、今日三宅裕平の選挙を支えてくれる全ての人たち、ボランティアなんですね。ボランティアの皆さんが集まって、一番面倒くさい作業ですか、わからないですけども、人の誘導であったりとか、怒られながらも頭を下げたりとかっていう方々もボランティア、そして事務所の中でここには来れないけれどもずっと、印紙を貼っているボランティア、その方々に支えられています。あなたもボランティアとして参加し、そしてこの夏の祭りをもっと盛り上げませんか。力を貸してください。お願いします。ボランティア、公選はがき、そして、カンパ、この3つぜひ力を貸していただけませんか。すいません、お探せをしていたしております。参議院議員山本太郎が東京選挙区から立候補、三宅洋平を大応援しております。この見た目、型破り、ひげを剃れ、髪を切れ、服を着ろ、いろいろ言われております。でも考えてみてください、考えてみてください。国会の中で小綺麗にしている人たちが皆さんを裏切り、税金を横流ししているじゃないですか。見た目じゃないんだ、この人の魂なんだよって。裏切らない、嘘つかない、曲がらない、あなたのためにこき使ってください。山本と三宅を、東京選挙区は三宅洋平、力を貸してください。お願いします。お願いします。ありがとう。スタッフの皆さん、お疲れ様、ありがとう。あと18秒、ありがとう、よろしくお願いします。東京選挙区は三宅洋平、ありがとうございます。この後ツーショット、この付近で撮ります。